皆さんこんにちは。運動学から考えるフラ、払うフラをかわえるなです。今日はフラを始めたい方にフラの特徴をお話ししたいと思います。いろいろなジャンルの踊りがありますが、踊りにはメロディーに合わせて踊る踊りとカウントに合わせて踊る踊りと大きく分けて2種類あります。その中でフラはカウントに合わせて踊る踊りになります。フラの曲は基本的には4分の4拍子で構成されています。1、2、3、4、1、2、3、4というようなリズムの運びになります。フラのステップは4分の4拍子のリズムに合うように作られています。で、大きく分けてカウントで考えると3つのカテゴリーに分けることができます。まず1つ目は4拍で1つの塊になるステップがあります。ステップ名でいうとカホロ、ターニングカホロ、レレウエヘなどがそれにあたります。これらのステップは1、2、3、4と4拍の中で1つのまとまりがあります。2つ目は8拍で1つの塊になるステップです。カベルやカラカウア、カホロホロなどがそれらのステップにあたります。これらのステップは1、2、3、4、5、6、7、8の8拍が1つの塊になるステップです。で、3つ目は2拍で1つの塊になるステップです。これにはカオ、ヘラ、ウエヘ、アミなどが当たります。これらのステップは1、2と2拍の中で1つのステップが出来上がります。このように基本的には4拍、8拍、2拍のステップで踊りが構成されています。ですが上級者になると、そればかりではありません。例えば8拍のステップを7拍で終わったり、4拍のステップを5拍に変化させたりというような例外的な動きが入ってきます。ですが習い始めた初心者の頃はこういった例外はほとんど見られず、4拍、8拍、2拍のステップで踊ることができます。フラは4分の4拍子で踊る踊りです。ですのでそのことを知って習い始めると非常に頭に入りやすいと思います。で、見た目の優雅な動きに対して実は非常に理論的な踊りでもあるので、今まで踊りが苦手だなと思っている人もやり始めると意外とすんなり楽しんで踊ることができる踊りでもあります。今日はフラを始めたい方にフラの特徴をお話ししました。論理的な部分も持っている踊りなので、今まで踊りに苦手意識のある方もぜひチャレンジしてみてくださいね。ありがとうございました。